勝利を確信しても油断するな。尊敬する方から教えていただいた戦訓の一つです。勝利を確信しても油断するな。尊敬する方から教えていただいた戦訓の一つです。料理を教えてくれですって。別にいいけど、教えるからにはきっちりやるわよ。セリカ姉さんから教わったこと全部叩き込むから覚悟なさい。あんた意外に食いしん坊なのね。地図を眺めてると知らない場所のことを想像してニヤニヤしちゃうんだ。ちょっと気持ち悪いかな。今はこんなだけど、僕だってすぐ背が伸びるし力も強くなるんだから。わしをこんなに働かせるなんて、まったく魔女使いの荒いやつじゃわ。お主らに一つとっておきのまじないを教えてやろう。困った時はこれを唱えれば万事解決じゃ。さあわしに続いて、マギンプイ。船乗りが浸水で潰れるのは船酔いするのと同じくらいの大恥だ。俺がそんなヘマをするか。この星空をあいつは一人で見てるのかもな。